平野の仕ファンへのサポートに感謝の声。キンプリツアー中のエピソードとは最近の芸能界では、ジャニーズの話題が多く取り沙汰されています。その中でも特に注目を集めたのが、アリーナツアー新ただ中のキングプリンス以下、キンプリ、です。先日の北海道公演では、 昼公演が途中で打ち切り、夜公演も中止になるというトラブルが発生しました。しかし、トラブルが起こった後も、キンプリは観客に対して温かい声かけや急遽のインスタライブ配信などでフォローを行い、ファンからの評価も高いです。 特に平野仕様はトラブルが起きた後に体調不良を起こした観客に対してマイクを外して声をかけてスタッフの対応を誘導していたという話が SNS 上で広まっています。これに対して多くの人々が平野の優しさや配慮に感銘を受けています。また平野の新たなビジュアルも男性からもかっこいいと好評です。 ただし、平野が黒島ケツナとの共演する新ドラマ、チムドンドン NHK で朝ドラ女優となるという話については、ファンの中には警戒感が広がっているようです。他のジャニーズグループにも話題があります。 長瀬角が主演する日本テレビ系日曜ドラマ、新信長後期からクラスメートは戦国武将からは俳優陣が豪華で話題となりましたが、なかなか好調なスタートを切れていないようです。原作の漫画との展開の違いや脚本と演出の問題が指摘されています。一方で、金プリの岸優太が主演する予定の映画については、公開の続報がなく、 ファンの間で不安視されているとのことです。ジャニーズ以外の話題でも嵐の王の里氏に関する噂があります。毎年放送される日本テレビ系チャリティー番組24時間テレビから愛は地球を救うからの時期が近づいており、嵐ファンからは王のが何らかの形で出演するのではとの期待が広がっています。今年のテーマが会いたい。 ということもあり、大野の出演が実現する可能性もあるようです。一方、ジャニーズの YouTube チャンネル、ジャニのチャンネル、で炎上騒ぎが起こっているのが、スノーマンの向井康二です。向井が、人への人を馬鹿にしている、という発言をしたことに対し、批判が相次いでいます。このような発言は、アジア人差別につながる可能性もあり、配慮が足りないと指摘されています。 また、スノーマンのメグロハスと何は男子の道へ俊優が出演したテレビ朝日系ドラマ、消えた初恋ノブルーレイ &DVD 外礼の大ヒットとなっているとのことです。このドラマは BL、ボーイズラブ、ジャンルであり、女優の存在が希薄なため、BL ファンからの支持を受けているようです。同様のジャンルのドラマに興味を持つ制作会社も増えており、 今後の展開に注目が集まっています。最後に、ジャニーズのグループであるトラビスジャパンについても触れましょう。彼らは現在、アメリカ・ロサンゼルスに無期限留学中ですが、年内に帰国する可能性があるとの話があります。もし本当に帰国すれば、彼らのデビューに期待するファンも多いことでしょう。ただし、アジアのアイドルグループとしては K-POP が強い存在であり、 ジャニーズがその画像を崩すためにどのような戦略を展開するのか注目が集まっています。最後に YOU の少年革命へゆたろに関する話題です。彼は不登校の自由を主張し、クラウドファンディングで資金を集めて日本一周の企画を実行しています。 しかし、その資金の使い方が批判を浴びており、彼の行動に対して否定的な意見が多く寄せられています。また、彼が格闘技にも挑戦していることから、安全面についての懸念も指摘されています。以上が今週の芸能ニュースの雑話でした。次回もお楽しみに。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。